ベルクラです。今回はいつものねブラックオプスドミネなんですけど、 PS3 に来ましたよ。うん、いやさすがですね、 PS3 は電波がいいです。4本ですよ。あれだけね Xbox ではもう2-1をさまよいつつやってたのが、まあ、3試合だけやったんですけど、まあその3試合とも4ピン。いや、素晴らしい。ただやっぱり日本人が多い分、やっぱ強いですね。日本人はやっぱり、オブジェクト系が強い。と思いました。今回の敵も強かったんで、3試合とも負けになって、まあ、今回も負け試合って言えば負け試合なんですけど、まあ、内容は充実、旗取り合ってたんで、うん。まあ、記念に撮っていこうかなと思いますね。うん。まあ、まだレベル13なので、FB5。で、フラジャケ、早技、マラソンでトーチ持っていきたいと。うん。思いますね。では、よろしくお願いしますと。で、まあ、いきなりモダンウォーフェア3の話になるんですけど、前に、モダンオンヘア3は買いませんみたいなことを言ってて、いや、もちろん買わないんですけど、その、なぜその、そうなのかっていう、理由をね、前回かな？前々回、なんか、突然するときになんか、そのままにしておいたんで、ちょっと説明を兼ねてのシアターですね。まあ、なので、流し見していただいても、構いません。モダンオフェア3買わないのはハマりすぎるからなんですよ。まあ、なぜハマりすぎるのがいけないのかと、まあ、仕事の関係はあるんですけど、僕のハマりようがもうものすごいんですよね。うん、それはもう廃人級なので、いわゆるで、まあ、元クランメンバーとかフレの人たちだったら多分すごいわかると思うんですけど、異常にやるんですよね。ブラックオプス、このブラックオプスも、買わないって言ってたんです、当時は。で、クランメンバーの人たちに、じゃあ僕はもう抜けますから、みたいな、クラン抜けちゃいますから、皆さん後で頑張っ、あとは頑張ってください、みたいな。さようなら、みたいなことを。言ったにもかかわらず、アカウントを作って、やって、で、結果 Xbox は2つアカウントを作って、1つが、まあ、14週で止めてるのかな。で、1つは4週かぐらいで止めてるのかな。で、プレスリーには、まあ、3アカあって、合計5アカをやって、つまり行ってみたらもう25周とかそこら辺ぐらいまで行ってるぐらいの量なんですよね。え、何をやってるのかと、本当自分でもちょっと呆れるぐらいだったわけです。うん。で、やっぱもう一つの理由がですね、悔しいんですよね、うまくなれない。うん、なかなかうまくなれなくって、僕の周りに、いや、ものすごい上手い人たちがいっぱいいてですね、それに型を並べようと思うと、ものすごいもう物量がないと、物量をこなせないと僕は追いつけないんですよね、その人たちに。その人たちもね、あの動画撮ったりとかなんとかするようなね、上手い人たち、趣味が高じて、僕は実況者っていう、そういうあれではないですけど、周りの人たちは本当、ないですね。ニコニコとかに上げてて。そうなりたいなと思うんですけど、無理です。無理です。もう。で、悔しい。普通は悔しい、ね、悔しいからもうやめればっていう話になるんですけど、
そんなに嫌ならやめればいいってなるんですけど、悔しいからそういう思いしたくないために頑張るみたいな感じで、もうすごい修練を積むんですよね。もう FPS プレイヤーとしては多分それは素晴らしいことなのかもしれないですけど、ちょっとそれによってリアルに支障が来てるんで、まあ、なるべく FPS はちょっと封印したいなと。魔物ですよこのゲームは。すごいゲームですよ本当に。なんだかんだ言って面白いですもんね。まあ、パーティーゲーとかねなっちゃいますけど、でも面白い。だからモダン3はね、でも今旧ガギだとね、パーティーで EMP 出し合ってなんかおしくらまんじゅう的な、なんか結構そういうきつい感じになってるらしいですね。ブラックオプスもね、当初はパーティー組んでブラックバードループみたいな、まあ、それが本当に強くて面白く、ドミネを面白くさせなくする原因の一つ、勝つための手段としてはとても正解ですけど、部屋自体はものすごくつまんなくなるっていう、まあ、人それぞれの楽しみ方で全然いいと思いますけどね。でも僕が元所属してたそのスカイっていうクランはやっぱ楽しさ重視、3点取りにしろ 2点取りにしろ、みんなが楽しくゲームをするっていう、そういうのが趣旨のクランだったんで、それ在籍中はねすごい面白かったですね。ただやっぱりそのドミネを分かってるメンバーがもう3人以上固まると部屋がひどいことになるんですよね、やっぱり。押し込んで、押し込む気がなくても結局はパーティーで旗取る意識があると敵がドミネをやらなくなる、結果なんかゲーム自体が面白くなくなると。なのでね、モダンオフェア2の頃はパーティーを崩してやってました。あっちは崩してできたんでね、でフレ同士戦う、すごいそっちの方が気持ちいいです。上手くなるし、ドミネ分かってる人とドミネやるのは上手くなると思います。だからドミネ好きドミネ愛好家を集めてね、祭り的なことをやったり、そういうことをねしてましたね。ブラックオプスでもモダンフェア2でも1回しかクラウン戦はやったことないんですけど、ブラックオプスに関してはね、某有名なクランとね、やりましたよ。ものすごい全敗1回勝ったのかな、もうほぼ負け押し込みされて、いやすごい勉強になりましたあれは。あまりクラウン戦やらなかったんでね、あとはもっとやった方が良かったかなとは思いましたね在籍中に。でも途中でやっぱりもうなんだろう、ノラーで上手くなりたいっていうのがあって途中で抜けることにしましたね。いや全然フレとしては今でも遊んでますけどね。ただノラでいるときにパーティー相手にしたときに勝てる力が欲しくって、それをこう培ってはいたんですけど、やっぱりこうノラで行ってパーティーに負けると悔しいじゃないですか。あれがなんていうか、自分らがパーティー組んでてやってるときにやっぱどうしてもなんていうかこう、悪いことしてるなみたいな、なんか妙な罪悪感が、別にいいんですけどね、それはそれでそういうゲームのルールにのっとってやってるからいいんですけど、いや野良の人大変だろうなっていうね思いがありましたよ。だから僕はねフレの人とねこうやったやられたっていうのをね言い合いながらね
打ち合うのがね楽しいんですよね。でプレスリーはね、やっぱりコントロールのなんかこう仕方がやっぱり、ま、慣れないですね。ちょっと離れるともう AM のなんだろう、動かすスピードなのかな、こっちの方が敏感に動いてる気がしますね、 Xbox に比べて。まああとはフラグと AM して打つのがね、バラバラっていうか、あ、バラバラ逆なんで、そこがちょっとまあ混乱するときありますけどね。うん、まあ、そういう理由でモダンオフェア3は、ちょっと買わないと思います。もう買ったら大変です。多分もうモダンオフェアね5らへんでね帰ってきたいと思いますよ。リアルを充実させてリア充になって帰ってきますよ。リア充になりたいですよ本当。FPS やっててもリア充になれないですもん。ね、面白いですか、いいですけどね。本当面白いですよ。面白いからこそっていうね。なのでね、最近はデッドアイランドをね、まったりできるんで、あれは。別にめちゃくちゃハマるってわけじゃないくて。まあ、そんなわけで、試合が終わりましたね。169対201と。まあ、成績は47キル24です。キャプチャー6、ディフェンズ7、スコアが3860となりました。やっぱね、ここのほとんど、まあ、モダンオフェア3の話しちゃいましたけど、ここのステージはね A が A だったかな、大切だと思うんで A を中心に回ってはいましたけども、結果的に守りきれず、こういう点差で負けるという形になりました。でも3試合した中じゃ一番面白かったですね。まあそんなわけで近々ね、モダンオフェア3の字幕版を出ちゃうんで、もうそろそろ、ブラックオプスの動画は最後になるのかな、と思いますね。デッドアイランドをねちょこちょこ上げていけたらとは思うんですけど、まああとはフレのモダンオフェア3の動画に期待します。そんなわけでお疲れ様でした。ベルクラーでした。また機会あればよろしくお願いいたします。お疲れ様です。